こんにちは。人見知りか。人見知りか。されてちゃんと。こんにちは。はい、中国人と三井亮です。はい、よろしくお願いします。何ですか今日は。今日は、うん、お互いの、うん、いいところと。クロストーク久しぶり。久しぶりだね、クロストーク。三井一人目なんだ俺今日。うん。あ、そうなんですか。そう、何人かやったの。やりました。あ、そっかそっか。どうですか、いいところ。うん、ジンくんのいいところ。うん、しっかり者で、うん、オンオフがしっかりしてるところです。オンオフしっかりしてる。しっかりしてるところです。うそ。例えば仕事するときは仕事する、うん、ふざけるときはふざける。うそ。一番まとめ、ジンくんが一番年上。俺が一番上、あの、シュンと同い年だけど、丸山と。だから余計に見えるのかな。ですって一番まとめてる気がしますね、みんなをまとめてくれてる。褒め上手ですね。いやいや、一発目からこんな褒めてもらえると思ってなかったから。どうせ今日いじられて終わるんだからっつったら、あ、そう、嬉しい。そっかそっか。俺ね、三井は意外と人懐っこいなって思った。結構慣れるまで壁あるじゃん。そうですね。うん、未だにたまに距離作ってんなって思う時あるけどえ、今日どうしたん三井のこの距離みたいなのはあるけど、慣れたらね、なんか不意にいじってきたり、今日もなんか、なんだっけ、なんか何見てんだよとか急に言われたりちょいちょい距離バーンって詰めてきたりするんですよ。なんかね、その距離感、あ、面白いなこの子とかあって、あとまあ言われるだろうけど、服がおしゃれですよね三井は。なかなか俺のスタイルが着れない服いっぱい着てるから。うん、でも逆も逆ですよ。逆も逆か、戻っちゃったね。逆も逆戻っちゃった。逆もあります。あ、なるほどね。俺が着る、うん、服は三井に合わない服があるってことか。だから T シャツ1枚さらっと着て、かっこいいガタイとか。確かにね、ガタイいいとね、シンプルでいいから。海行きたいっすね、俺。俺だったら俺ね、三井だったら海行きたくない。カリカリやもんな。そっかそっか、そうだね、うん、なんかいい回ですねこれ。嬉しいです。私こんな感じですか。そうです。あ、ということでまとめますと、うん、俺がなんて言うんだろう、お兄さん感があってしっかりしてる、うん、しっかりしてるところ、はい。そして、三井が人懐っこい、うん、そしておしゃれでした。以上、青木慎と三井亮でした。バイバーイ。